こんにちは。2018年8月18日です。浦幌町にあります浦幌森林公園キャンプ場にやってまいりました。ここも管理人さんはいらっしゃいませんでした。ここの利用料金なんですけども、フリーテントサイトは1000円です。オートキャンプが20区画あります。これが2000円です。バンガローが10棟あります。小さい方のバンガローが3500円です。大きなバンガロー、これが1つしかありませんが、これは5000円で利用できます。今回行った時、その5000円の大きなあのバンガローを利用されている方がいらっしゃいました。まあ、バンガローというよりもはっきり言って普通の家という感じです。非常にあの大きな家です。20坪か30坪ぐらいあるんじゃないかなと思われるような立派なあの普通の家がバンガローとして、使われておりました。ここはあの少し山に、なったところにあります。まあ、車の通りはありませんので、あの非常にあの静かな、ところです。キャンプサイトとバンガローサイトに、大きく分かれております。キャンプサイトの横にはあのグランドもあります。リアカーは、なかったんでないかなというふうに、思いました。オートバイの方があの管理棟のすぐ横のところであのテントを張ってあのキャンプの泊まる準備をもうすでに、しておりました。奥の方では野球をやりながら、遊んでる方が、いらっしゃいました。数字棟はすぐ管理棟のすぐ横に、数字棟があります。で、管理棟には公衆電話も用意されてますので、携帯使える場所ではないかなと思うんですけども、珍しく公衆電話がありました。そしてそのキャンプエリアの上の方っていうんですかね、そこにはバンガローのエリアなんですけども、そこの方にも、トイレ、そして、休憩所というんですかね、こう丸い感じの、休憩所が ありました。バンガローにはすべて、いろりが用意されてまして、バーベキューも、できるようです。で、ちょっと奥の方には、簡単なそのアスレチックをする、簡単な遊具が置いてありました。こうアップダウンの激しいキャンプ場です。下の方の、普通のテントサイトは、比較的フラットなんですけども、上の方の、バンガローサイトの方には、ちょっと登っていかねばいけません。しかしながら、車でも行けます。車でちょっと回りますと、車でずっと、バンガローの方まで行けますんで、荷物の搬入もできると思います。車の方はバンガローに、横付けできます。そして大きな家風のバンガローというんですかね、それは下の方のキャンプテントの横の方にあります。そちらの方はかなりいいですね。森の中にこう車を止めれて、いわゆるこう別荘的な感じですね。本当に、全くそのバンガローという感じがしなくて、別荘に泊まってるっていう、雰囲気を味わえるところです。家族連れの方が、そこに、泊まってまして、虫が来たとかなんとかと言いながら、喜んで、入ってきました。本当に別荘みたくして、使われるんだなというふうに思いました。上の方のバンガローは普通の、タイプです。大きいのもあるんですけども、一般的な、キャンプ場ということです。そして上の方の休憩所の横には自動販売機も、設置されています。トイレも非常に綺麗で、立派なトイレがあります。ゴミは、確かここはお持ち帰り、分別ですね。分別をお願いしますという看板が出てました。多分分別すればそのままゴミは捨てれるんじゃないかなというふうに、思いました。ちょっと管理人さんがちょうど出て行ったということで、詳しい話は聞けなかったんですけども、その辺のルールを守れば、比較的快適に過ごせるんじゃないかなと思います。中にはバンガローの横にテントを張って、
盛んに、大宴会をされている方もいらっしゃいました。今日は土曜日だったんですけども、早い時間から、皆さんゆっくりここで、くつろいでるんじゃないかなと思います。それほど施設の立派なこう、ランク的に高級なという感じではないんですけども、いかにもこうオーソドックスな、オープンな、キャンプ場という感じです。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。失礼いたします。